じゃあどうする？じゃあね。街のざわめき愛想笑いの憂鬱本音なんていつかどこか見えないふりだねだって不安なんてそんな言われなくてもわかってる壊したい大事そうに抱えた強がりなんてでも素直に なんかイベントやってる。それにしても遅いな、トーマ。
翼？ちゃんと並んでください。聞いてくれよ。心の温めスイッチオン。とりあえず取っとく。ねえねえ、樹くん、やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんね。翼？そういえば今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。うん、すごい。だよねだよね。キリアって今や日本の女性トップアーティストだもん。憧れちゃう。翼は本当にキリアのこと好きだね。大ファンですから。いつきくんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。いつきくんは幼馴染なんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私、いつきくんとキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと、翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。いやアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。大変、休養を思い出した。行かなきゃ。そういうわけだから、じゃあね。翼？
新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。さてさて、この中からデビューの栄冠を手にするのは果たして誰か。会場の皆さんも気になってますよね。私もです。次は4番、織部翼ちゃん。翼？翼がオーディションに。さっきのは一体。翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは？皆さんも聞きたいですよね。私、昔ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。その塞ぎ込んでしまったのは何があったんでしょうか？もしかしてお姉さんと関係ありますか？翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね。はい、そうです。言ってくれなきゃ。こんな大切な情報どうして黙ってるかな。で、どんなお姉さんだったの？明るくて
歌が上手で、何よりとても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね。なんか質問変じゃね。こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか。消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。しかしですよ、ここで問題です。翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたらどうしますか？実はあなたのお姉さん織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。何が起こってる？いやお前たち、絶対にそいつを逃がすな。あれの頼朝の最有力候補だ。一体何が起こって翼！助けに行かないと。